でユダヤ人というのはですね、実は世界の、人口的に言いますと 0.2% しかおりません。ところが世界のですね、大富豪の 35% は実にユダヤ人なんです。三菱の創業者岩崎弥太郎という人でありますけど、この方もやっぱり稲荷の神様を熱く崇敬しておりました。パナソニックの創業者松下幸之助さんはですね、この岩清水八幡宮の氏子総代を務めていまして、そしてさらにね、岩清水八幡宮っていうとね、白熱電球を最初に作ったのはエジソンという発明家でありますけど、この一番それをどうやって成功させたのかっていったら、岩清水八幡宮にあった竹だから、実にですね、ユダヤ的な発想と日本的な発想っていうのは実にリンクしている、ね、だから皆さん知らず知らずのうちに皆さんの内側にはね、ユダヤ的な伝統が流れているんですよ。稲荷神社と、八幡神社ね、八幡神社を2つ合わせますと、まあ、大体日本の神社の9割8割以上になりますけど、両方とも畑氏が作った神社であります。日本人は全員渡来人の子孫なんです。でその中でも畑氏というのは実は、非常に有名な、実は日本の基礎を作った人たちであります。日本の発展の基礎を作った人たちであります。このカバラ、日本のカバラの本拠地は京都の鴨神社というところで、カバリストたちは日本だけでなくて世界中のカバリストができなかったことが、もう今みんなが簡単にできるようにするシステムが、このカバラの立体カバラシステム。このカバラのすごいところは、これを使いこなすことによってって言っても、使いこなす必要がない。ただ頭にこうボンと置いておくたり、ペンダントにしておくだけでいい。そしていろんなことを思うだけで、さまざまな現実が急速に変わってきます。カバラとカタカムナって言うんだけども、カバラのスペシャリストたちが何十年も修行してやっとできるようになったことを、皆さんは今日からいとも簡単にできるようになる。立体のカバラについてのこれまではあまり本も出てません。何も出てない。だから平面のカバラのもう体型が完全に立体のカバラに置き換える時代になりましたよってこと。全ての人がアダム・カドモンと合一を求めて生きてるんだけども、ほとんどの人がそのことを頭の中で忘れて治療できてるわけですね。現代学ってね、目なら目を治そうと思って、目を治そうと思って治んない病気は目の病気じゃない。これが傾くと人体も傾くわけだよね。だからこれを正常化させるためにもこういったものが必要なんだなっていう。カバラをやることは、完全にカバラのペンダントとかこういったものを使うことっていうのは、もう現代医学を超えて意味があることなんだよっていうことなんだ。だからいろんなカバラの説明を受けたかもしれないけども、一番のカバラの真髄は、人体の外側にカバラシステムっていう神のシステムがあって、アーロンの杖なんだってね。これってアーロンの杖って本当に古代のものを思い出したというか、復活させたのね、うん。これがものすごくパワフルなので、本当はね、将来みんな余裕ができたら、これを自宅に作ってもらいたい。これはね、カタカムナの神様がね、ピラミッドのインターネットを作りたい。で、日本全国をこのピラミッドでつないで、一つのすごい新しいグリッドっていう格子状、日本がこういったグリッドの中に日本を入れてしまいたいっていうのがあるんだと思う。